いやーまさかの雨降りましたね。一応、こう、夕方の放送では、あ、この後ね、夜の初め頃から雨、また、こう、雷っていうね、予報もお伝えしたんですけど、えー、見事に当たりましたね。あの、ゴールデンウィーク振り返ってみると、結構予報が外れまくりでしたよね。一日ぐらいかな。 えー、5月の3日、火曜日だけ、えー、パッとこうね、土砂降りがあ,ありましたけど、それ以外はもうほとんどこう晴れてたんじゃないかなと。まあ曇りもね、ありましたけれども。はい。えー、予報が見事当たった火曜日、えー。時刻は9時を回りました。エンパナータイム2生放送の時間でございます。お相手は DJ モーリーです。はい。ちょっとね、えー、声が、はい。意外がという。 そんな感じ。なんかね、こうずっと一週間ぐらいこう、こういうのが続いているんですよ。特に先週が本当にもう声の、まあ、ピークというか、えー、声を張れば張るほど、えー、声がね、裏返るという。はい。えー、モンタヨシノリさんの、えー、リクエストっていうかですね、モノマネのリクエストが届くぐらい、出ダンスールじゃない。 っていうぐらい、声がね、かすれておりました。はい。えー、週が明けてね、えー、大丈夫かなと思ってたんですけれども、またちょっとね、ああっち側に行きそうな感じもするけれども、いやー、行かせんよ、みたいなね、そんな感じで、えー、火曜日迎えております。さあ、ゴールデンウィーク終わりましたけれども、皆さんにとってどんな休みだったんでしょうか。はい。えー、まあ、あんまりいないと思いますけどね、10連休だった人。 で、また、飛び石で、えー、平日仕事出て、連休3日やって、で、また平日、仕事行って、えー、週末お休みと。まあ、それが大体の皆さんのね、あのー、スケジュールなのかなと思ってますけども。まあでも、県外だったり、海外のね、方々が、沖縄にたくさん来てたみたいですね。うん。まあ、ナンバー、レナンバーとかね、たくさんこう見かけましたけれども。はい、えー。皆さんにとってのゴールデンウィーク、どんな感じだったのか。 いいいいろろ聞かせてほしいと思いますさあこの番組はですね、えーまあ、そんなにこうコーナーがあるわけでもなくうでこういう番組ですよって紹介するほどのものでもないんですけれども、まあ、ただ言えるのは、えー、一つのテーマを決めてでそのテーマに沿って皆さんから、えー、メールをたくさん紹介するという、はいえー、届いたメールは僕を忘れない限り見落としていない限り。 100%に近い確率で採用されるということですからね。えー、ぜひ皆さん気軽に番組参加お待ちしています。FM コザの E メールまで、761アットマーク FM コザ .jp、761アットマーク FM コザ .jp でお待ちしています。えー、ユースリムの配信とツイキャスの配信もしていますので、えー、映像でもこのコザの放送を楽しむことができます。 もちろん、ラジオで聴いている皆さんをね、先ほどの E メールアドレスまでメッセージを送ってみてください。さあ、それでは、雨の火曜日夜9時となっていますので、この曲でスタートしていきましょう。 さあ今日のオープニングは、まあ、アーティストのねえ、側面もあるんですけれども、実はもう一つ骨格調整師の資格も持っています。ショールント t ザスカイのナンバーです。レインボーレイン さあ今日のオープニングはシャウロン・トゥ・ザ・スカイのナンバーからレインボー・レインをお送りしました。え、このシャウロン・トゥ・ザ・スカイのボーカルリーダーを務めている遠山魂高見さん。えー、普段をね、骨格調整しということで骨の歪みをこう直すお仕事をしています。えー、もう本当にね、40歳過ぎてる方なんですけれども、もう見た目がですね、めちゃくちゃ若い。で、またロックンローラーなんですよ、本当に。えー、ファッションもね、えー、シャレオツだし。 でまたあ、ラジオの方でもね、活躍をされている大先輩なんですけれども、はいえー、今日ねあの、別の放送局でお会いしまして、アイモーリー、太極拳やってるんだってっていう話になって、えー、どうきついとかって言われたんですよ。あ一応ですね、その太極拳の練習の後に、みんなでね、円を描いて、えー、マーブーっていう動きをやるんですけども、まあ、ちょっとこう、エア、エアイスみたいな感じ。 あの椅子がないんだけれども椅子に座ってるような感じで、えー、横から見るとね漢字の己みたいな書く漢字の動きをするんですけどもって話をしたんですよ。これが結構きつくてですねっていう話をこの魂さんにやってたんですけど、えー、僕も1分ぐらいでもうそろそろきついですよねもう,もう限界ですよねっていうことを魂さんに僕言ってたんですけどいや全然平気みたいな。 あれおかしいな。僕はもう30秒ぐらいで、えー、2分を感じた,たんですけど、もう僕の体力と、魂さんのね、体力が全然こう違ってて、全然この体極限の、えー、<laughs> ま良さはね、もちろん良さで伝えますけど、えー、運動してな、ね、い僕からすると、結構なハードスケジュールでしたよっていう思いがですね、なかなかこう伝わらなかったですね。はい。話を聞いていくと、えー、やっぱりこう普段から鍛えてらっしゃるということなんですよね。 話がそれましたがシャイロン・トゥ・ザ・スカイ8月の20日あと3ヶ月後ですけどねワンマンライブ那覇のアウトプットこちらの方で開催されるということでございますチケットの発売日が先週の子どもの日5月の5日からチケット買えるということですね前売りチケット2000円当日は2500円となっておりますタイトルが死ぬ気のワンマンライブボリュームアップ すごいタイトルですねこれねはい、えー、ぜひ沖縄県内の皆さんでまた8月ごろ沖縄にいらっしゃる県外の方、えー、最高のね、えー、まあ、お客さんを喜ばせるまたは、えー、笑顔にするそんなバンドですからはい、ぜひ皆さん応援の方よろしくお願いしますテントを頑張ろう会さんが追決でいただきました ドラマ「砂時計」の主題歌柴崎校で一声巡りをお願いいしますはい、これね夕方の放送で「あのー、柴咲コウの形あるもの」という曲を流したんですけどその曲がね「あーこれドラマの主題歌だ」っていうふうに僕が、えー、自信満々で言ったんですけども、えー、他のこうディスナーさんが「いやあのこれはセカチュウのあのー、主題歌だよ」 って「いうご指摘があったんですよい,いんじゃない」っていうことで「えーあのー、形あるものは砂時計」っていうドラマの、えー、主題歌ですよもうこれで僕間違ってたらもう丸坊主でもしますよっていうこと言ったんですけど、えー、本当に正しくは「人恋巡り」というドラマの主題歌だったことがね数分後に分かりまして、はいえー、謝罪をするという。<laughs> 謝るってあるなんかこの喋る人が。あんまりないですよね。まあ地雷踏んだら僕なんですけどね。はい。もう自業自得なんですけど。もう自打球と一緒ですよ、本当に。もう自分でやったことですから、しょうがないんですけど。いやー、なんか、まあ、まあ終わったことですからね。まあいいかと思いながら。まあそんなこんな流れがありまして、えー、ちょっとね、ト童さんは、あのー、夕方の放送のことを覚えていてくれて、ちくりとしてるわけですね、今ね。はい。 書けません <laughs> あえて書けようかなもうここまできたらえー、小沢之くんから頂きましたあすいません間違えましたえ写楽浩介さんから頂きました今から聞いてますということであ大丈夫です全然あの12分前に始まったばっかりなのでええー、こんばんは番組スタート聞き逃しました残念で今日のテーマは何やゆきにする曲ですかということであじゃあそれにしましょうはい えー、やる気の出る曲今日の番組のテーマあなたのやる気の出る曲を教えてください、えー、この曲を聴いたらわーってなるっていうね曲をぜひメッセージ送ってくださいお待ちしていますはい、えー、こちらも行きましょうノアノアさんじゃなくてラ,ラジオネームジャムクラッカーさん昨日から仕事始まった残念しかしこれが日常だね頑張るよはい いやあの昨の月曜日はですね、にれてる人は沖縄県の8割ぐらいいたんじゃないですか、うわー、き仕事だっていうねあ、違うか、昨日は昨日でそんなになのかな、日曜日の夕方とかが一番じゃない、うわー、明日から仕事やっさー、はーっていう感じの日曜日の、ね、午後を過ごした方が8割だったんじゃないですかね。まあ 休みすぎた場合もしかするとそれが当てはまるかもねそんなに休んでないよっていう人からするとお別に月曜日来てもね何らこう変わりのない,、えー、いや別に7時に起きてとかね、えー、8時半出勤でとかそんな感じだったでしょうけどねだから規則正しくねあの朝起きて夜寝てってできてる人はそんなにこうため息混じりはないかもしれませんけど、まあ、ちょっとこうね旅行行ったりとか えーね、えだったらもしかするとため息の月曜日だったんじゃないですかね、えー、テントを頑張ろうかいさんモリさん頭と口が回ってないということで、はいえー、どんなですかね自分では回ってると思ってるんですけどね <laughs> さっきピザ食べたからかなピザと差し入れのステーキを食べたからでしょうかね あの別の番組の収録が居酒屋でありましてでそこでえあこれあの店長からのサービスですということでえレモンの汁をいっぱいかけたこうステーキをいただいたんですけどいやなんか久しぶりにこう肉食べたっていう気になりましたねああ本当はねあのできるんであれば一人でねはってこう食べたいぐらいの量だったんですけどはい先輩方いますからちゃんと。 ちゃんとね、えー、節度をわきまえまして、個数を選んで食べましたけれども、はい。でもあれですね、沖縄のなんか居酒屋あるある,あるで、必ず1個残りますね。ピザも、ステーキも、えー、ポテトも、必ずなんか1個残ってました。こう誰用に残してるんだろうなっていうぐらい、えぇ、ー、あうの呼吸で1個残ってましたね。えー、さあもう1件、ツイキャス、こんばんは。 夜9時の FM 小座はじめましてということで、アップルポンさんからいただきました。はい。えー、こんばんは、まあ。この番組がですね、僕のあの、ゼロからのスタートの番組になりまして、えー、12年放送していることになります。この毎週火曜日の夜9時に。はい。古いね。ね、12年って言ったら、生まれた赤ちゃんが、小学6年生ぐらいか。 それぐらいの年月が経ってるってことですね、これね。ああ、毎回振り返るたびに、なんか怖いわーって思いますね。うん。だこれをね、あの、何十年やってる方っているじゃないですか。20年とかね。いや、あら、すごいなと思いますよ、本当に。まあ、この時間もよろしくお願いします。えー、こちら行きましょう。ラジオネーム。ジャムクラッカーさん。えー、シアタードーナツ行きました。父を訪ねて。 というアニメーションを見ましたよ。現代の歪み痛感しました。えー、宮島さんに伝えておいてください。ああ、わかりました。えー、何かを振られたときに、あ、そういえば、こういうことディスナーさんが言ってましたよっていうね、切り札で、<laughs> 伝えていきたいと思います。はい。あの、ちょいちょいね、あの、プレスがありますから、はい。あの、圧がありますから、シアター来ねえのっていうね、 圧がありますからあのちゃんとディスナーさんからこういう声が届いてましたっていうことで、えー、切り札にしたいと思います <laughs>、えー、今日のテーマ「やる気の出る音楽」40代ならロッキー「トップガン」の「デンジャーゾーン」かなということで、はい、ああいいですね「デンジャーゾーン」じゃあちょっとここで1曲あいましょうかね これは多分ね結構あの若い人でも聞いたことがあるってね思う方も多い曲なんじゃないですかねきっとねえーまあ、トップガンの「デンジャーゾーン」ということですけれどもちょっと待ってくださいよえー、あ,あったこれですねじゃあねはいでは時間まで曲いきましょうおラジオネームジャムクラッカーさんのやる気の出る曲はこれだ さあエンパナー今日の番組のテーマはやる気の出る音楽はいこちらでメッセージを募っていきたいなと思う思うんですけれどもさあここで一つやる気の出る話題をお送りしていきたいと思いますはいやる気出るかなえーヤクルトスワローズ荒垣渚投手の話題なんですけれどもはい今日広島戦に先発をしたそうです はい。そんな荒垣渚、なんと今日の試合で三振を奪いまして、千奪三振おめでとうございます。はい。千の奪三振を奪ったということなんですね。まあ、そんな荒垣、えー、序盤、4回まで、えー、無得点に抑えます。広島を。で、えー、ヤクルトの1回の裏、3点取りました。3-0で、 中盤戦というところだったんですけれども、なんと4回の表に、えー、広島に3点返されまして、同点。で、6回まで投げたんですけれども、三、えー、3対3の同点のままピッチャー代わりまして、二、えー、2番手のピッチャー、秋吉。秋吉が打たれまして、6対3で、ヤクルト、負けてしまいました。なんですが、る、え、荒、ー、垣なぎさ、センター三振、おめでとうございます。はい。えー 冒頭記録まで <laughs>。あと2個だったかなはい、えー。そういう、あのー、話題性もね、あるらしいんですけれども。まあ、とにもかくにも。まあ、先週は確か4失点したんだけど、なんとか粘りの投球で、えー、初白星でしたよね。で、今週もみたいな。いや、いい感じでね。あのー、0で抑えてっていうのをちょっと期待してたんですけどね。まあ、今、こう広島、 ま、ね、まあまあいい感じじゃないですかバッティングなんかもね、まあ、なので、えーまあ、しょうがないかなと、はいまあ、一応負けはついていません、うんえー、今日のプロ野球広島対ヤクルト6対3で広島、えー、巨人対阪神戦中止 d n a 対中日6対3中日、えー、楽天対西武戦も中止になりましたソフトバンク対ロッテ2対1ソフトバンク えー、日本ハム対オリックス戦4対0で日本ハムの勝利となっております、まあ今日の横浜の試合がいわ、ねまあ、ばあの昔の太陽の時代のじゃないですかね,これね、えーまあ、昔のこうユニホー,ームで今日ね試合をしてたみたいですね,今日ねかなりこう懐かしい、えー、屋敷とかいる時代の ユニフォームでしょう,、ねねまあ、うちなんちの宮里選手なんかもねいた当初のユニホームだと思いますけれどもなこういうのいいですよねうわめっちゃ久しぶりのユニホームだなっていうねこういうのはなんかファンにとっても、ね、嬉しいのかなと思いますけれども、えーまあ、今日の話題プロ野球ニュースお送りしました、ね、えもう個人的には本当にこの荒垣があ早くね えー、価値がこう先行するぐらいまでこう活躍をしていただいてでまた、まあ、かつてのね剛腕投手っていう肩書きからちょっとこうまた、えー、技巧派っていうかね、まあ、いろいろあると思いますけれども、まあ、10勝以上してほしいなっていうね個人的な気持ちありますけどね、はい、頑張ってほしいと思いますさあ今日の番組のテーマ「やる気の出る音楽」 シャラクホースクさん、えー、やる気の出る曲はいく,らいくつかあります。今はこれです。ビージーズの、えー、これはトレッチトレ <laughs>、えー、トレなんとか、はいえー。もう括弧でね、振り仮名送ってもらえないと読めないという、そういう感じですから、はい、また改めて送ってみてください。 ですが、さっきね、ちょっと探してみたんですけど、なかったんですよね、ビジーズね。はい、すいません。えー、また違う曲のリクエストがあれば、非常に助かります。先ほど、天童さんからね、えー、魂レボリューション、スーパーフライの曲もテンション上がりますねという話がありました。えー、ここでそのナンバーを聞いてもらいたいと思います。エンパナ今日の番組のテーマは、テンションが 上がる曲、まあ、やる気が出る曲ですね、えー、こちらでメッセージお待ちしていますメールの宛先は761アットマーク fmcoza.jp761 アットマーク fmcoza.jp でお待ちしておりますさあそれでは時間まで曲いきましょう「スーパーフライデー」「魂レボリューション」 さあ、生放送をお送りしています。沖縄市中央パーカーベニュー入口 FM 小座のスタジオからエンパナータイム25月10日火曜日の放送を生放送中でお送りしています、えー。今日のね、夕方ぐらいまでは、まあ雨降らずで、まあ天気は曇りでしたけど、8時過ぎぐらいからかな、ちょっとこう雨が落ち出してっていうね、感じで、えー、今はこうだいぶ落ち着いてますけど、 結構先振ってましたね。本当にドバッっていう感じで。めっちゃ振ってた。もうワイパーなんかもうもう最強だったもんね。うん、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 みたいな。<laughs> 今のふん,ふん、ふんで伝わらないでしょうね、多分ね。はい。とりあえずこう、久しぶりにワイパーあんなに動かしたなっていうくらい動かしたんですけどね、全然前が見えないっていう、そんな状況でしたけど、えー、このラジオ聞聴いてるね、皆さんのところではどうだったでしょうか。一応こう、嫁に、 電話をして、そっち雨降ってるって聞いたんですけど、南城しなんですけどね。いや、降ってないよっていうことだったので、まあ、中部だけだったのかな、あのね。いやー、すごかったですね。まあ、このままね、この雨が、あの、連日続けば、あ,あいよいよもうね、梅雨入りなのかなと思うんですけども、どんなですかね。えっと、去年が5月の20日前後だったかな、梅雨に入ったのが。 で、まさかの、一番ね、沖縄のこの、あ、日本の南の沖縄から梅雨入りじゃなくて、奄美から梅雨入りみたいな、そんなパターンでしたね、去年ね。だ今年もね、そんな感じになるんじゃないのかなーなんて思ってますけどもね、どうなんでしょうか。明日の天気。南西の風、強く。後、北東の風、雨。昼過ぎから曇り。ところにより未明。 雷を伴い、非常に激しく降るでしょう。ということで。まあ、この後日付変わって。朝方にかけて70。70%近くの降水確率だということですね。まあ、この天気がずっと続くんかなって思ってたんですけれども。あら。明後日木曜日以降曇り時々晴れマークということで、えー、ずっと来週明けまで。 晴れか、また曇りのマークという。まあ、なので、もしかすると、昨年同様、梅雨入りが、えー、だいぶ遅れるんじゃないかというね、えー、予報がありますけれども、どうなんでしょうね、これね。うん。はい。とりあえず、沖縄はこんな天気でございます。えー、ツイキャス、コメント入りました。ハイビーさん。 死に最悪。今日5時に車洗車したばっかりなのに、なんて、なんで大雨だ。300円返せ。ということで。はい。結構久しぶりだったんじゃないですか洗車したの。ありますよねなんかね。こんな日に限って、見事に。しかもなんか、降り続くんだったらまだね、わかりますけど、パッて降って、パッて終わりみたいな。<laughs> こんなのが一番にりますよね。ね。えー、まあでも一応はまた週末は、ああ、予報としては晴れ予報なので、はい。もう手洗いした方が <laughs>、手洗いしてからね、えー、水は落とした方がいいかもしれませんね。はい。えー、こちら行きましょう。えー、モーリーお兄ちゃんということで、えー、アッキーさんからいただきました。ニッキー・ミナージュの、えー、パウンド・ザ・アラーム。 リクエストいたただきました、はい、これアッキーさんののテンンション上がる曲なのかなか一応今日の番組のテーマとしてはこれを聞いたらやる気が出るとかね気合が入るとかテンション上がるとか、まあ、そんなあのカテゴリーでやっておりますけれども、はいえー、なかなかリクエストしていただいてもその曲がないとかねいろいろありますけれども。 あ、OK。よかった。あります。じゃあ、この曲を、この後紹介していきたいと思います。シャラクホスケさん。さっきの雨はすごかった。意外にスローテンポの曲がやる気ソングだったりします。おー、なるほど。あのー、スピード感あるやつに限らず、えー、スローでもテンション上がるんじゃないかということですね。えー、リケエスの曲もいただいています。後ほどお送りしていきたいと思います。 では、では、曲行きましょう。えー、アッキーさん、曲のリクエスト。ニッキー・ミナシ、パウンド・アラン。 えーニッキーミナージュということで、えー、パウンドアラームをお送りしましたアッキーさん基本ニッキーミナを流したらこんな呼ばれ方してるんですかねニッキーミナ <laughs> 死に行く言いにくくないですかニッキーミナえーニッキーミナを流したらテンションアゲアゲでやる気スイッチ全開っすということで、はい、若いっすね本当に洋楽最近の洋楽サ やっぱりですね、本当に。えー、いや、もう、もう、もうちょっとね、この最新を流す番組をちょっとね、心がけないといけないですね、本当に。はい。えー。a p p l さんからいただきました。オリンピックのテーマソング系もめちゃくちゃやる気の、やる気出ますということで。あー、確かにね。うん。それはありますね。オリンピックとか、ワールドカップとかのね、曲とかって。 結構、ノリノリになれるというかね。ちょっとこうラテン系な感じのイメージがありますけどね。ああ、なるほど。えー、こちらも行きましょう。小佐之助くん、モーリーさん皆さんこんばんは。荒垣なぎさ、4階に突然捕まった以外は完璧だったんだけどなそしてちゃっかり冒頭も記録して、通算99冒頭です。 すごいよね、これ。99脱三振とか、99盗塁とか、99安打とかじゃないですよ。99冒頭。ま、本人もね、冒頭したくてしてるわけじゃないでしょうけど、もうなんかね、イメージがそうなってますね。うん。え、バレンディンが15ホームラン打って、ホームラン王競争に食いついているのも嬉しいです。え、さっきのテーマ、やる気が出る曲。 最近だと、リョーフローム・オレンジ・レンジのドライブという曲です。晴れてる日の夕方にゴーパチあたりで車を走らせながら聴きたい曲です。いい曲ですよ。ということで、いただきました、はい。えー、ね、いい曲ですよって進めてもらったんですけど、さっき調べていたところ、ないことが判明しました。はい、今のところ、えー、リ,リクエストをね、 ちょうだいって言って、僕がかけるこの確率でいくと、えー、4割ぐらいでしょうね。はい。かけれてる確率は。多分。今のところ。まあ、この後もまだまだあと時間13分ぐらいありますので、め、えー、げずりメッセージをお待ちしています。えー、ルッキーニさん、モーリーさん、夕方に続き夜間業務おつ、おつですということで。はい。えー、まあ、そんなにこう、ラジオであんま疲れたってことないです,すけどね、本当に。うん。 あり,がたいありがたい話ですけども。えー、こちらも行きましょう。ミッドナイトスターさん。どうでもいいけど、FM 技能ワンで PA をしているんで、ゲストで来てください。山内先生には大丈夫です。ということで。はい、最近ね、僕あの本当に FM 技能ワンさんよく、えー、ゲストでね、あの、来てくださいっていう感じで、嬉しい話なんですけど、僕ね、本当にゲスト不慣れなんですよ。 本当に、あの、毎回反省ですね。全然喋れない。あの、ゲストで。行くとっていうか、自分のホームじゃないと喋れないっていうね。<laughs> 他行っても同じようなスタンスでっていうのがプロだと思いますけど、もう別のところ行ったらもうマジでね、親戚のおじさんのお家に来てるみたいな感じで喋らなくなりますから。これどうにかしないとなーなんて思うんですけどね。 えー、日本放送の「オールナイトニッポン」に出演して,してくれと言われたらということで。はい。<laughs> いや嬉しい話ですけどね。いやー、怖いですからね。全国で聞かれてる放送ですから言ったらね。ああ、えー、珍しくちょっと考えていいですかって言うんじゃないですか。うん。いや、意外とウケるかな。 いいですよみたいな、えー、はいありがとうございましたさあ今日の番組のテーマテンションが上がる曲またはやる気の出る音楽をディクエストしてください、はいえー、メッセージ宛先は 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp でお待ちしています先ほどラジオネームシャラクホースクさんから えー、意外とスローな、ね、テンポの曲でもテンション上がるんだなっていうやる気が出るんだなという、ね、話がありました、えー、これジョン・レノンでいいのかなジョン・レノンの「ーウーマン」はいこの曲をリクエスト、ね、しますということでいただきましたので、えー、じゃあここで挟んでいきたいと思いますジョン・レノンで「ウーマン」 えー、ラジオネーム、シャラク・ホースケさん、やる気の出る音楽ということで、スローなテンポ、ジョン・レンノンのーウーマン、お送りしましたいや。いいですね。なんかこう、穏やかーになる感じ、あのー、眉見にしわ寄ってたのがね、えー、フラッとこう、ふわっとするっていうかね、えー、平和な顔になるような、そんな気がする音楽でした。さあ、続いて、アップルポンさん、えー、ピットブルのティンバー、この曲聞くと、 というねリクエストをいただいております時間までピットブルでティンバー ラジオネームアップルポンさんのやる気の出る音楽ということで、えー、ピットブルで「Timber」お送りしましたさあ今日の番組の最後の曲、えー、僕がテンションが上がる、まあ、やる気が出るーアーティストの曲をお送りしていきたいと思います、えー、たくさんあるんですけどねたくさんあるんだけどなんとなくこのアーティストのこの曲があ浮かんできました さあとということで、えー、僕のテンションが上がるアーティスト、ま、曲はですね東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリング「モンゴル800流れゆく世界の中で」で、はいえー、この曲でございますあのー、スカパラの曲はね結構いろいろ聴いててだい、えー、こうテンション上がる曲多いんですけどえー、モンパチがフィーチャリングしてるこの曲もですね意外とこう好きで、えー、今日は、ま、今日の気分でいくとね これがテンション上がるかなと思ってチョイスいたしました。はい。えー、エンパナー。まあ、今日は番組のテーマとしては、やる気の出る音楽。はい。これでお送りしてきましたけれどもね。また来週以降も、引き続き、この時間やってますので、えー、ツイケスの皆さんも、ユーストの皆さんも、ラジオで聴いてる、そこの、あなたも、また来週も聴いてみてください。えー、5月の10日、国糖の日、エンパナータイム2、ここまでのお相手は DJ モーリーでした。それではこの後夜10時の、 大人の恋愛相談室の時間も FM 講座でお楽しみください。それでは皆さん、また来週です。